当時の私はまだ中学生でした。一人で子供を育てることは絶対に不可能でした。それなのに私は望まない妊娠をしてしまいました。妊娠が判明した時、すでに24週間が経過していて、中絶手術をすることもできませんでした。父親はわかりません。お金のために数えきれないくらいの男と関係を持っていたためです。子供が生まれたらすぐに殺そう。目が開く前に何もわからないうちに、人間の心が芽生える前に殺してしまおう。私はそう決めました。そして寝泊まりしている公園の片隅で一人で出産に臨みました。危険性は承知していました。でも頼れる人もいなかったし、どうせ殺すのだから死産になればむしろ好都合だ。そう考えていました。しかし、いよいよ陣痛が始まると、それは想像以上の激痛に膨らんでいきました。私は痛いと、もだえ、苦しみ、涙をポロポロ流しました。そして、いつの間にか気を失ってしまったのでした。その間に、他のホームレスに見つかってしまったらしく、救急車を呼ばれ、私は病院に搬送されました。そこで私は緊急手術となり、意識が朦朧とする中、帝王切開で出産をしました。生まれてきたのは私とは対照的な元気な女の子でした。私は自分の汚れた体の中からこの世界に引っ張り出されてきた新しい命を見て、自分にはふさわしくない不思議な感動を覚えたのでした。そしてまたすぐに気を失ってしまったのでした。私は病院にその後3日間いました。その3日間、私は母親を演じました。精一杯、一生懸命、できうる限りの心を込めて、今思えばこの偽りの3日間が私にとって最初で最後の人間らしい幸福なひとときだったような気がします。私は4日目に赤ん坊と一緒に病院を抜け出しました。そして花のたくさん咲いた綺麗な丘の上で赤ん坊の首に手をかけ殺しました。後悔していないわけがありません。育てたかった、幸せにしてあげたかった。人間らしい本当の親子になりたかった。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。それから5年、時が経つにつれ、罪の意識はむしろ大きくなっていきました。どんなに忘れようとしても、首を絞めた時のぐにゃっとした感触や、抱きしめているうちに冷たくなった体のことが、日に何度も何度もフラッシュバックしてくるようになりました。もう正気ではいられませんでした。これが私が覚醒剤を始めた理由です。覚醒剤は一時的にでも辛い過去を忘れさせてくれます。人間らしい心を失い、罪の意識を解放し、赤ん坊を殺すことなんて大したことではない。そう思うことができます。取り返しのつかない重い罪を犯した私にとって、このことがどんなに救いになるか、私はこの白い粉に生かされているのです。母親を知らない私にとって、覚醒剤が母親のような存在なのです。